それじゃあ。はい。そうだね。でも私まだ話してないことがあるの。だから今日はそれを話したいなって。ひょっとして。うん。ほう。父親の借金なの。ギャンブルにはまってしまって、そして借金を残したまま行方をくらましちゃったんだ。母が肩代わりしてたんだけど、母も病気で最近は寝たきりになっちゃって。なるほどな。うん。私の家族の問題だし、私が背負うのは当たり前だもん。うん。ありがとう。この話誰にもできなかったから、真島くんに話せて少し楽になったよ。そうや、病院に入院してるの。もともと私と同じで体が強くなかったんだけど、そこに心労や疲労が重なって。でも倒れるまで私たちのために頑張ってくれた母を私はすごく尊敬してるの。母の娘でよかったなって、そう思う。そうかな。ああ。確かにお母さんが疲れていたらすぐに分かったもん。うん。真島くんのアドバイスって深いな。なんかすごく穏やかな気持ちになったよ。さすが真島くん。そういや、将来の？ああ、結婚？え、真島くんと？おいおい、もちろんしたい気持ちはあるけど、弟のことがあるからね。そうだ、真島くん、私にはどんな人が似合うと思う？どんな人と結婚すればいいかな？そうやな。なるほど、器の大きさか。そういう意味では真島くんなんかぴったりかもしれないね。まあ本気にしちゃうよ。楽しかった。
それに真島くんと話していて改めてこの仕事に誇りを持てるようになったよ。え？うん、借金を返すために泣く泣く始めた感じだったから、正直今まであまりこの仕事に誇りも愛着もなかったんだ私。でも真島くんの情熱やお店への愛に触れるうちに、私もどんどんこのお仕事が好きになってきたみたい。昔は隠したりしてたけど、今なら胸を張って私はキャバクラで働いてるって言えるよ。これからもずっとよろしくお願いね、真島くん。はい。お疲れ。何やって？
Ah.